今回はこちらの卓球ラケット2つとペットボトル1個を使ってね、卓球ラケットペットボトルフリップチャレンジをやっていこうと思います。まあ自分で作りました。こっちに1回ペットボトルフリップで乗せます。で乗せたらこっちでさ、こうやって回転させてこっちに乗せると。今回結構むずい挑戦だと思うんですけど、やっていこうと思います。ここもむずい。ということで、皆さん面白いと思ったらチャンネル登録、高評価、それからコメントなどもよろしくお願いします。ということで今回はこの辺で終わろうと思います。じゃあね。先生によっての対応の違い、優しい先生の場合、はい、じゃあね、みんな授業やってるから、ちょっとみんな静かにしてよ。ほらそこも寝ないで、ほら寝てる人起こしてあげて。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 怖い先生の場合、はい、起立でお願いします。はい、じゃあ今からね、授業始めてから、はい、じゃあまず宿題提出してもらうか。あ、忘れた。お前明日忘れたら許さないかも。席戻れ。はい、じゃあ32ページ開いてそこからやっていくから。普通の先生の場合、じゃあみんな席についてね。じゃあ32ページからやっていきましょう。宿題忘れた？うん、まあじゃあ明日持ってきてね。忘れちゃダメだからね明日。ちょっとみんなうるさいよ、ちょっと黙ってね。もうちょっと静かにやろうね。おい、ちょっと寝てるやつ起こしてあげて。あ、見てて、俺最近さ、ヒールリフトできるようになったから。あ、見つけた。ごめん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 。シャーシャー。いや、今日の体育バスケだってだるくね。マジでわかるよ、だるいよな。だるいよな、だるいよ。お前がだるいよ。シャー。え、こんなもん取られちゃうの。へー、まだまだ、いって、え、かも。あー、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 ノックするところを間違えた。ディンディディンディンディディンディディン、なんもないところでこけた。ディンディンディディンディディンディディン、振り向いたら壁にぶつかった。ディンディディンディディディンディディン、たまたまたまにたまが当たった。ディンディディンディディディンディディン。いた。なんでそんなことするんだよ。あの頃は優しくしてくれたのに。あはは、あはは、あ。ねえねえ、ボール落としたよ。ありがとう。そんなとこでくよくよするなんて情けないな。僕に慰めなんてしないでよ。らしくねえぞ。昔のお前はめちゃくちゃ元気だった。昔に戻ってみろよ。君なんでなんだよ。君、それだよ。君君君って、俺お前と友達になったよね。あの時名前教えたよね。名前の一つも覚えてねえじゃねえか。お前だって僕友達の名前覚えるの苦手なんだよ。お前友達何人だ。ゼロ。いいじゃねえか。あ、すいません、今までで一番心に残っている思い出を取材してるんですけど。あ、一番の思い出ですか。いいですよ。これは10年前のことでした。彼は僕の友達で体育の授業をとても楽しんでいました。
そして彼がいつものように楽しんでいる時にボールが鉄棒の下へ。すぐさま彼はボールのある鉄棒の下へ走りました。その時にうわ、鉄棒の近くで倒れている彼がいました。彼の顔を見た時、顔の半面がゾンビのようになっていました。彼はその後病院で、それ以上はもう、いや久しぶり、ああ、え、久しぶり、まだついてる。常習犯、上目遣いは中二でマスター、脇心の乾杯、グラスはいつも内回り、左端度は魔法のアングル、可愛さいつもの2割増し、メニュー差し出す軟骨青筋チラ見せて、あれだけ得1メーターからのマッハでツーミン、リアクション3倍でできる女の差しすせそう、さすが先輩、知らんかった、マジか、知らなかったんだけど、え、先輩、このグラスめっちゃセンスいいっすね。そうなんですか、そうなんす。よし、変態がいた時の反応の違い。小学生、おじさんと一緒に遊ぼうよ。中学生、おじさんと一緒に遊ぼうよ。きしょい。高校生、うそろ。大学生、いいじゃん、ちょっとだけ触らせてよ。残念っすね、おっさん、証拠映像はバッチリ撮らせていただきました。あんた明日から警察行きですね。それじゃ、今日未明電車で盗撮事件があったため、大学生1年生が捕まってしまいました。いや、お前が捕まるんかい。きっとちゃんと愛してる、正面で見ても横から見ても下から見てもブース男で壊っちゃう。ほう、はい、へい、ちょ、はい、へい、へい、本当に困ってます。